さあいうことで天神まで来ましたね。向こうから行って、乗れるんですね。近鉄の名古屋駅みたいですね。まあ同じ近鉄ですね。さあということでね、今日の本題ですということで天神駅で、さあ来ました。天神駅はこういうタイプですね。ありましたね。綺麗な星形ですね。結構センス多いですね。1、2、3、4面3線、結構串形になったんですね。3線もあるんですね。向こうがあんま使うことなくそうですけど、それね、統一止めになってますね。折り返していく電車は全部こっちの方に来るみたいですね。あんま一番線は使わないのかな。一番乗り場としてあるらしいですけども、こっちは完全に降車専用の面になったんですね。本当名古屋みたいですね。京都行き先発がすぐ出ますけど、とりあえず一回出ましょうか。天神といえばね、天神、まあ、天神駅前にはないのかな。よいしょよいしょ。天神スタミナラーメンは近くにはないのかな。よし、次の電車が今30分でしょ。33分。あ、結構すぐに折り返しさんと、もうそこから1時間ないんですね。1時間ないのか、1時間ないのはまずいな。まあいろいろと見たいところですけど、ちょっと、ちゃんと折り返していきましょうか。もうそうや、結局昼飯も食えてないんですよね。ここで1時間のバス取りたいな。さあ、よいしょ。京都はすごい人ですね。まあ、無事に京都に着きましたよ。京都駅ですね。ここでですね、何もなくて普通にそのままフリーザに待ってって言ったんですね。ということで、はい、無事ターミナルできましたね。よし。いや、すごいな。こっち側は右普通でしたっけのかな。手はもうすぐ出るんですね。こう。じゃあこんな感じですね。1、2、4面 ?1、2、串型の。これでもすごいな。すごいですね。まあ、なかなかカメラ下ろせないですね、これ。1、2、3、4面4線ですね。4面4線の構造なんですね。ホーム、こっちの方が強いですけど、こっちの方が大ボッサイですよ。本当に串みたいな、あれですね。ここが。で、駅中もすごいですね。いろいろとあるんですけど。まあ、どこも混んでません。いや、さすが京都。いや、さすが京都ですね。普通に駅の構内に外貨業界なんてあるんですね。いかに海外の旅行の人が多いとかね、駅の構内にこういうのがあるんですね。こっちは原宿前行ってると長い途中と、どこどこ来てますね。あれですね、京都から鳥羽の方に直接出とるようなやつもあるんですね、あっちの方に。
これだとこっちに来るのか鳥羽行きってなって、ね、そうするとあのあれですね、大和八木のところの陥落線通るんでしょうね。あ、すいません。すごい。観光地ですね。あ、柿の葉寿司も。あ、平蔵さん、ここにもあるんですね。ここにでもありますね。メンズ三昧。鴨そば、これだけやったら全然あれですね。どうも。まあ、そんなに高くないですね。京都ってなんか高そうなイメージがいっぱいあるんでね。あら。あら。うわ、すごいな。いや、すごいだろうなと思ってましたけど、すごいな、やっぱし。近鉄かね、そのままね、新幹線の方、こっちが新幹線の乗り場ですけど、うわー、うわー、あ、そうか、新幹線の乗り場の方で JR 東海ツアーズが入ってるんですね。いや、しかし、うわうわうわ、すごいな。いやー、うわー、これ何か、うん、何やろう、これ出たの551蓬莱か。うわ、まあお茶室ではまだ鶴橋の方に行きます。あ、行かないかな、ってことはもう普通の商店街。いや、すごい人ですね。いや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 、すごい、キングオブ観光都市ですね。まあまあ、もうね、京都といえば観光の王道ですからね。ああ、まあ今日すごいですね。こんなに高い建物っていうものはいっぱいあるわけじゃないですけど、参考にできたんですね、あんなところに。だね、まだここの後どうしようかな。すごい、ちょっと人気を抑えてますね、これ。いい、まあどうしような、奈良行きの最速がどこにが来るかですが、まあ、とりあえず、ね、ちょっと降りてゆっくりは。それなんですね、もう5時ですからね。ご飯どうしような。いや、やっぱりお弁当とかもいい値段しますね。やはりちょっと奈良までは頑張っていきましょうか。奈良にちょっと、さあ、17時発の奈良行くやろ。まあちょっと急行の方は多分ここからザーッと混んできますからね。よしね、もう早々に諦めて、チケットしたら早かったですね。あ、まあでもいいや、もうちょっと間に合わないですからね。あ、ブスターカードで、これで行きましょうか。よし、これで参考車、ああちょうどここで買いましたね。これやね、参考車。よし、3元なんか3の3ばっかしですね、この旅は。こっちも乗ってきて、まあ多分この後すぐどかどかって乗ってくるでしょうけど、あ、今日は全然人乗ってきてないですね。ふう、いや、今日この方すごいですね。いや、奈良行くんや、あっちの方が先に出るのかな、うん、ね、でしょうけど、いや、さすがにね、こんだけ歩き回って、まだまだこの先もありますからね。ちょっと近鉄特急使わせてもらいましょう。にしても多分ここから一気に乗ってくると思うんですけど、今45分発がね出てきましたんで、どれぐらい終わるでしょう。この前もね、あの賢島でね、余裕こいて全然ね、こんな感じでね、車内で動画回しとったら
何のことはない、伊勢中川出た瞬間にほぼもう満席でしたからね、全部席埋まってましたからね。ここも多分今から一気にダーッと埋まってくるんじゃないかな。観光館のね人は多分今日どうなんでしょう、外国の方とか京都から奈良も一緒に観光とかっていう人はいるんですかね。この時間からやといないかな。まあ雨が出てたところでエレベーター重さでですね、これはエレベーターなんや、すごいな。うわ、なんかおしゃれな降りてきた。で、おしゃれなそのまま降りてた。え、あ、ここで止まるわけじゃないんですね。へえ。まあ他のお客さん乗ってくるまでちょっと、ああいや、ここで止まるんやな。え、どちらとはな。なんか何もかもかおしゃれですね。さすが京都。今度向こうに来るのが鳥羽行きってなってますけど、多分伊勢島ライナーなんでしょうね。伊勢島ライナーとか、あと島風はね、あの短絡線ね、あの八木の、連絡線を、短絡線って書く連絡線か、連絡線をね使う列車が有名ですけど、とりあえずこれに乗ったらもうとりあえずこれで、5時35分35分で着くんですね、奈良まで。こちら35分に、奈良までは時間が読めました。そうすればもう全然ね、四日市帰る前にあれか平田町寄らなあかんのか、はい、四六か四六までねとりあえず行かなきませんけど、まあちょっととりあえず行き、それまで四日市に帰れる目処は見えてきましたね。奈良からまた特急染めで行くことになるのかなと思いますけど、にしてもなんか不気味なぐらい乗ってくないですね。さっきまであの京都駅ね、あんだけの人で、まあ、新幹線とか超満タンですけどね。まあそうなんですよ、結局あの大阪はね、大阪名古屋の間と近鉄とね、あの新幹線で、あのこうどっちにしようかっていう選択肢ありますけど、名古屋から京都やったら間違いなくもう JR なんですよね、新幹線。ちょっとこっちが大回り、ちょっとどころではなく大回りですからね。で、対してあとは奈良行くならまあ近鉄ですけど、あとは、要はここの京都から使うって言ったら京都から奈良しかないんですよね。京都から大阪に行く人もまあ新幹線が JR、 あとは京阪かね、の方が断然ね、大阪の方出るの早いです。こっちはどうしても奈良を迂回してる分ね。あ、普通のやつが来ましたね、鳥羽行き。あの伊勢島ライナーじゃなくてもあるんですね。AC ですかね。にしてもなんか不気味なぐらい乗ってこないですね。まあならね、喋りながら撮れるんですけど、前の方には乗ってるみたいですけど、そう一つ学んだんですよね。リスタカーの上で撮ったら、まあ、景色もいいですし、あれなんですよね、あのあでも景色撮るのは向こう側の声方が知りませんけど、仕切りが半分になりますから、普通の車両の半分で、ね、仕切られるんで、そうするとこう一人になる率が高いんで喋りやすいですね。うん、これはいいかもしれません。こういう撮影とかには向いてるかもしれませんね。まあでもだいぶ行きましたね。あとはこれで、橋の駅は奈良と平田町、米山温泉、名古屋、あと4つまで行きましたよ。ただこれが遠いんですけど、奈良まではいいんですけどね、奈良から平田町は相当距離ありますからね、2時間以上かかるかな。そうするとそこから平田町行って、もう平田町なんてもう6スポ見ませんからね。もうね、前回ね、駅間散歩って言って平田町の周りを散々散歩して撮ってますからね、秋に、この秋に、今さらいいでしょ、パッと撮って、もうパッと撮ったらもうそのまま折り返し帰ってきますよ。よし、
なんか前の方がずっと混んできてますけど、なんか私を避けるかのようにこっちには全然乗ってこないです。あ、来ましたね。